まり白川さんとキスをしたいがどうすればいいかわからない。そうか、キスは無理でも例えば手をつなぐことができたら。上野公園？もしよかったら次のデートの場所にどうか。リュウトと行けるなんて上がってきた。じゃあ今度の週末に。カトに誘い乗ろうとした白川さんが、ちまくん、32ページの問いに。ありがとう、長文嫌いじゃないよ。へえ、ボートに乗れるんだ。白川さん、せっかくだし。めっちゃ迷ったんだけど、食べてもらえたらと思って。行きます。美味しい。本当？やったー！お父さんとのデートは楽しい。めちゃめちゃ楽しい。でも。気持ちよさそう。乗ってみる。気になるね。足元気をつけて。今だ。早くおいでよ。チャンスは降りるときにもう一度。ボート楽しかったね。好きだから触れたい。でも好きだから傷つけたくない。ねえリュウト、言いたいことあるなら言って。普通にデートしてる時にこういう感じになって切り出すから。え？私は別れたくないけど。ちょっと待って、何の話？難しい顔してたし。俺白川さんと別れる気なんて全然ないよ。一回ボートに乗りたいなって。え、そんなにボート好きなの？よし、じゃあ次は別のに乗ろう。勇気を出して、俺の方から。ありがとう。やっぱこっちのボートにしてよかったかも。最近ずっと思ってたんだ、リュウトと手つなぎたいなって。俺も白川さんと手をつなぎたいと思ってた。あ、そっか。あ、白川さん。私リュウトともっと近づきたい。リュウトを好きになりたい。どうぞ。ありがとう。そしていいよね。ルナって言うんだけど。女子を下の名前で、しかも呼び捨てなんて。あ、自然に呼べるようになるまで待ってる。なんか恥ずいね。手つなぐのもキスするのも恥ずかしいことだらけだよ。隣に白川さんがいる。俺はこの手を離さない。この気持ちどうしたらいいの？鹿島くんに愛されるような女の子、鹿島くんに愛される。奪えばいいんだわ。